スクーナー、スクーナーとは、二本以上のマストに貼られた、重版搬送を特徴とする、小舟の一種である。スクーナーは、最初に、オランダで16世紀から17世紀にかけて用いられ、アメリカ独立戦争の時期に、北米で、さらに発展した。日本では幕末に君騒がたと呼ばれた。ブリタニカ百科事典第11版によると、建築業者、 アンドリュー・ロビンソンによって建造され、1713年に、グロスターで浸水したものが、最初のスクーナーと呼ばれた船であるという。スクーナーという名前は、見物人が叫んだ、オーハウシースクンズという言葉が由来であるという。それに対しロビンソンは、A スクーナーレッド・ハービーと言ったという。ウォーター・ウィリアム・スキートによると、SCH の綴りがオランダ語やドイツ語のスペルから、 取り入れられるまでは、スクーンであったという。ただし、アメリカの小舟研究家チャベルによると、それ以前に同様の小舟、スクーナーの絵が発見されており、アンドリュー・ロビンソンがスクーナーを発明したというのは、後世の作り話ろうとする。理由は、その絵は、重版だけの船で、スクーナーと呼ばれていたかは不明であるが、18世紀の初めには、 アメリカ沿岸用として使用されていたのであるから、少なくとも、アンドリュー・ロビンソンが、スクーナーの発明者ではない。と推察している。1855年、安政2年、開国の目的で来日した、ロシアのエフィム、プチャーチン一行の喪失した上官、ディアナ号の代わりに、ヘダ・トダ号、75トンが、ロシア人船員、ホブネ乗員は航海中の船損傷修理のため、 造船技術も全般に習得しているに加えて、日本人仙台区を交えて幕府により建造された。その後、幕府は、戸田村で六隻、石川島で四隻のスクーナーを建造した。この線形を、建造地が、伊豆郡、沢郡戸田村であったことから、君沢方と名付けた。ちなみに、戸田号建造からスクーナー建造までの、現場責任者は、江川英竜で、当時江川に、 弟子入りしていた桂小五郎は、江川の許可の下地元長州から、船大工を現場に招き、長州に君沢型の建造技術を伝えている。後に、桂は、この件で、長州藩から表彰されている。その後、同系ではなくとも、スクーナー一般に対する故障として、君沢型の名が使われることがあった。スクーナーは2本以上のマストを持ち、 最後部のマストが最も高いか、もしくはすべて同じ高さとなっている。最前部のマストが最も高い船をケッチと言い、スクーナーとは分けている。伝統的なスクーナーは、最前のマストにガフセールを持つ。稀に、ガフセールと同時に、上部に、黄斑のフォアコースセールが貼られる。フォアマストのみに黄斑を持つスクーナーを、トップするスクーナー、トップするスクーナー。 コアメインの両方のマストに黄斑を持つスクーナーを、ツートップするスクーナー、ツートップセルスクーナーあるいはジャッカスブリック、ジャカスブリックと呼ぶ。重半は、ガフセールであることが多いが、前衛的なスクーナーは、バミューダ搬送を持つものも存在する。バミューダ諸島では、17世紀諸島に、バミューダ搬送されたスループ、バミューダスループ現れ、に。 三本マストのバミューダ半送スクーナーも登場して19世紀前半まで使用された。それらは合わせてバリーフースクーナー、バリーフースクナーズと呼ばれていた。そういったタイプの有名な船は英国軍艦のピッキーである。また一部のスクーナーはメインマストにバミューダ半送を持ち、フォアマストにはガフセールを持っていた。指定するスクーナーは フォアセールを持たない代わりにキャリーセールとメインステイセールを持つスクーナーはアメリカ合衆国で多用されまた北ヨーロッパでも人気を得ていた中でも日本マストのスクーナーが一般的で少数の船員で穂の操作が行えるのが大きな特徴であるまた逆封じの速度海流の強い海域での陸岸に対してが要求される場面 沿岸高校の商船や漁船などの用途で広く使われた。チェサピーク湾周辺ではボルチモアクリッパーなど複数の特徴的なスクーナータイプへと進化を遂げた。小型のスクーナーは2本または3本のマストであることが一般的であったが、これらの船は6本または7本のマストを持つこともあった。特に1902年に建造されたトーマス W ローソン。 は最大である7本マストを持つ唯一の船で、鋼の船体は全長120メートル高さ47メートルと小船では最大級で25枚もの方持ちその面積は4000平方メートルにも及んだ。エセックスはスクーナー建造の重要拠点であった。1850年代までに15カ所の造船所で1年に50隻以上のペースで建造された。 SX は北アメリカの漁業用スクーナ製造の中心地として認められていた。合計で4000隻以上を浸水させ、その多くはマサチューセッツ州の漁業の中心地、グロスター向けであった。スクーナーは遠洋航海から沿岸や内陸水域まで幅広い環境で船にの輸送に使用されている。スクーナーは北アメリカ大陸で広く使用されており、 1800年代の全盛期には2000隻を超えるスクーナーがアメリカ語大庫を横断して船荷を運んでいた。三本マストのターンはカナダの沿岸諸州で好まれていた偽装である。日本マストのスクーナーブルーノーズは極めて有名である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。